地震防災チェック。能登半島地震の発生から1ヶ月以上経ち、被災地の光景は少しずつ変化が生まれています。輪島市門前町にある避難所、私たちは過去2回この場所を訪れていました。1ヶ月ほど前には雪の影響で停電し、室内では冷たい床に寝ている人がいましたが、今月訪れた時には段ボールベッドが置かれ、土足は禁止されるなど感染症対策が取られていました。さらに屋外には新たにお風呂が設置されていました。道路の復旧なども少しずつ進んでいます。大きくひび割れていた道路はアスファルトによって固められています。道路を復旧している様子がうかがえます。しかし支援の手は十分には届いていない状況です。こちらの避難所は避難者で協力し、厳しい避難生活を何とか続けている状況です。一月経っても変わらんよね。食事してくれる面は私らは本当に、ありがたいです。生活自体そんなにね変わらないね。一番の願いは早く仮設がね立って仮設入りたいんですけど、これは無理みたい。仮設トイレも設置されていますが、杖をついたりとか、段差が危ない方、仮設トイレ使えない方はここのトイレを使わざるを得ない感じになってるんです。見てると結構使われてる方はいらっしゃいます。避難する人の中にはお風呂やトイレに行く際に介助を必要とする高齢者もいますが、住民同士の支え合いだけでは限界もあるといいます。一方、被災地で課題となっているのが瓦礫の撤去です。道路の復旧が遅れ、重機を使った作業が進んでいないのです。こちらの地区では地震から1ヶ月以上経った今月初旬、ようやく NPO 法人が重機を使った作業をすることができました。今まで の東日本から比べても遅い感じがしますよね。だってどういうところに要因があるかな。やっぱ交通事情があまりにも悪すぎて、被災者が生活再建に向け一歩を踏み出すための支援がさらに求められています。